師の清天寺さんに来ています、こちらはですね、成田康末公の、お墓がある場所なんですけど、ここはあの成田家のですね、まあ、奥はあの皆既の和尚様とか、歴代の方のお墓なんですけど、入り口にあるこのお墓がですね、ちょっとわからない方もいるんですけども、まずですね、こちら、成田秋忠、名前の通りですね、長尾氏ですね、長尾五代の忠景公の嫡男ということで、この成田家に養子に入った人なんですけど、名前はね、もう完全に、長尾家の人間の、この秋という字、これは別に氏の秋忠とか、からいただいているものだと思うんですけど、まあ、いずれにしてもですね、この方、名前はよく出てくるんですけど、どういう方なのかちょっとわからなかったんですけども、これですね、後世、昭和の、まあ、会期の成田、六郎次郎秋忠の墓とはっきり書いてあって、もうご子孫の方だと思いますけども、昭和になってですね、この碑を建てられていて、まあ、ここに書いてあるんですけどね、ちょっと没年が違うんで、もしかしたら違うのかな、でも、はっきり会期って書いてありますし、永正6年っていうのは合ってますよね、これは歴がちょっと違うと思うんですけど、 1月9日没だと思いますけどもね。はい、いずれにしてもですね、秋忠公は例の長尾景春ですとか、関東の騒乱に巻き込まれた、人の一人なんですけども、ちょっと変わっているところはですね、まあ、戦乱のその戦闘の先頭に立ったっていうことよりも、ちょっと文化人っていうわけじゃないんですけど、まあ、京都とか、和歌に通じてたようですよね。ですからそういった文化人との交流も結構多くてですね、まあ、長尾家は歴代そういう人も中にはいたんですけども、まあ、どうしても先日から話してます長尾景春のイメージがすごく強いんで、和歌とかそういうことよりも戦闘で、戦ったという方の方がちょっと印象が多いんですけども、長尾家はですね、いくつか分かれていたので、これは総社長尾家の家督を継いでるはずなんですよね。まあ、白井長尾家ですとか、すいません、長尾景春は白井ですけども、長尾家もですね、かなり同族で分裂してまして、主に山の内上杉氏の火災だったんですけども、まあ、基本的にはこの越後の、長尾とはまたちょっと違うんですね。上田長尾とか越後上杉氏に仕えてた、四五代の長尾氏、要するに上杉謙信の関係ですよね。その長尾氏とはまたちょっと別な系統なんですよね。まあ、こちらがまあ本流といえば本流でしょうけど、上杉氏は越後の他にも神津家、武蔵と守護職をいくつか、まあ、出雲もそうですけどありましたので、その、主に、武蔵というよりは上州ですね、の総社、今群馬総社というところがありますけど、総社長尾氏、長尾家の方になります。ですからちょうど真ん中ぐらいですかね、まあ、平井城、まあ、白井城は近い、まあ、近いといえば近いですけど、また分流で別な系統なんですよね。で、総社長尾氏の家督を継いだ後ですね、まあ、例の大逃げ通江杉の分裂と戦争に巻き込まれて、まあ北条村ですよね、にやられてしまったという感じでですね、まあ、武蔵とか、まあ、関東各地にですね、上杉氏とともに、転生してそれなりの功績はあったようですけども、先ほど言った通りその文化大名って言ったら変ですけども、そういう方でですね、周り名前は出てくるんですけど、どういう方かなとはちょっと思ってたんですけど、結局子供もいなくてですね、養子とか甥っ子に継がせてますよね、娘婿っていう感じで。でか、そうじゃ長尾氏は続いてはいるんですけども、ただ長尾氏も、歴代ですね、養子とかもいたりして、他の長尾家もちょっと断絶した長尾家も結構あるんですよね。ちょっと巻き込まれすぎというと変ですけど、ただ残ったのは、まあ、正直越後の上杉に仕えていた、仕えていたというか四五代だった長尾家ですね、越後の長尾家、要するに上杉謙信、長尾景虎の出た家ですよね。あと上田の将、長尾か、上杉景勝ですね、後の、はい、その二系統が、まあ、一応残ったという感じにはなりますけど、群馬が上州側の長尾家はまあ、ほとんど滅亡かそれに近いような形で、その後もですね、どっか徳川時代も拾われてどっかの藩の藩主になったとかっていうのは、まあ、ほとんどない形になります。はい、ですが長尾景忠公に関しては、すみません、長
秋田港に関しては、まあ、養子だったってこともあってですね、まあ、そういったあ新たな北条勢力、あと上杉氏の、まあ、没落と、そういう方向で、まあ、衰退の時期の当主でしたので、ちょっとあまり大活躍というわけにはいかなかったと思うんですけども、まあ、同族の主筋のですね、上杉智義公の、まあ、妻にですね、子供娘が言ってます。それと兄弟では成田昭康とかが有名ですよね。まあ、父親が長尾家の人なんでね、まあ、上杉と、足利、まあ、佐竹も含めますけど、あと関東の諸将ですね、成田氏、そうそう、養子縁組関係っていうのは結構ありますんでね、ちょっとややこしい部分もありますけども、はい、総社長尾家、長尾秋忠公の墓でした。